級タイトルマッチ5ラウンドを行います。赤コーナーチャンピオン初防衛戦、藤原ジム165センチ57キロ、キックリターントーナメント王者並びに全日本フェザー級チャンピオン山本
やっぱりちょっと緊張しました。硬くなって一応それもイメージの中で硬くなった時のイメージでやってたんですけど、ちょっと思ったより前の声は聞こえたんですけど、自分の体がやっぱり思ってたのとうまく噛み合わなかった感じですね。やっぱ挑戦者だからか分かんないですけど、気持ちはやっぱ強かったですね。もう2ラウンド3ラウンドぐらいで結構効いてたんで、 もう折れるんじゃないかなって思ってやってたんですけど、気持ちが折れなかったんで何回も立ってきて、すごいいい選手でした。状況はすごくすごい集中できて落ち着いてたんですけど、やっぱり力が入っちゃったっていうところがやっぱりこれから直すところですね。もっとパンチでいけると思ったら、やっぱりパンチで前半ちょっとパンチだけになっちゃったんで、そこでもっと上下に散らすようにっていうのを心がけてやれば、もっと簡単に 攻略できた相手だったんで、そうですね。でもまあ強さは今回課題として強さを見せるっていうので、少しは見せれたかなと思います。